吉野鳥飯は、鶏肉を炊き込んだ炊き込みご飯の一種で、大分県大分市南部にある、吉野地区の郷土料理。鶏飯を使ったおにぎり砂糖と醤油などで鶏肉とごぼうを煮込み、ご飯が8分炊きの時に混ぜ合わせる二度炊きで作られる。おにぎりにして供されることが多い。もともと、鳥飯は、県内各地に伝わる、家庭料理で、漁師が、 来客のもてなしのために、生地や鳩などの鶏肉を使って作っていたものが起源とされ、昔から各家庭で晴れの日や親戚の集まりの際に作られてきた。この伝統の味を伝え継ぐ目的で1988年に、地元婦人会によって、吉野鳥飯保存会が結成された。大分県は、市村はじめ品運動の発祥の地であるが、 米の消費拡大にも寄与する吉野鳥飯は、大分市の市村一品に指定され、特産品として育てられた。現在は、吉野鳥飯保存会、吉野食品有限会社として活動している。また、料理漫画、美味しぼ第七71巻を大分編にて紹介されたことで、全国的に有名になった。おにぎりや鳥飯のもなどの形で、九州地方を中心としたデパート、 スーパー等で販売されている。また、おにぎりに若干のおかずを加えた駅弁は、大分駅、別府駅、博多駅をはじめ、首都圏の東京駅、上野駅などでも売られている。ありがとうございます。